まさかの角の娘再利用とは。黒桜の手抜きっぷりもここに極まれりですね、ご主人様。ご主人様、レオさんとユリウスさんのことですね。あのお二人を失ったことは痛手ですが、悔やんでばかりではなりません。むしろあのお二方の覚悟を持って前に進んでこそ、手向けの花になりましょう。もうご主人様、そんな風に変に意気込んじゃ嫌です。ほーら、眉間に可愛くないシワが、うりうり。戦う決意を新たにするのは良いことです。ですが、重荷を一人で抱え込む必要はこれっぽっちもないんですよ。ご主人様にはリンさんもラニさんもサクラさんもいます。私だけじゃないのがちょっと悔しいですけど。ですから、苦しい時には遠慮なく寄りかかってくださいまし。ご主人様は一人ではないのですから。では心機一転と参りましょう。迷宮攻略の華麗なお手前、このキャスターにご披露くださいませ、マスター。